さっきちょっと言いましたけど、次がセブンマンでした。で、父親の父親、おじいさんは太郎から葛西に来て、おばあさんは、当時淀から葛西に来て、そやからもうその時点で葛西の人間ちゃうんですね。おじいさんもおばあさんも、私のおじいさんもおばあさんも葛西の人間ではないと。私のひいおじいさんというのは隣の小林から来はった小林慶尊さんやから、まあこれ葛西の方で、そこへ来たからこう小林家でやけども、考えてみたら葛西で生まれたのは私と父だけで、だからもうすぐ葛西の前だ親戚少ないけど、話聞いたらどこどこが親戚やねん、どこどこが親戚やねんって言って言われるから、書いといてやつなんて分からへんでもうって言って、でまたうちの家内にも自分のところの実家のそういう親戚っていうのをちょっと図にしといてもらいやって言って、でそれこそ両親亡くなったら分からへんようになって、でそうやって自分が今ここにいるいられるそのご縁っていうのもやはりちょっと考えてまたまとめておくのも必要やないか。やっぱりそういういろんなご縁があって今ここに私がいる、でまた私が一つの縁を結んでまた自分の子や孫新しい世代を生み出していくわけです。そういういろんなもの、これまでの自分とこれからの自分を今一度ゆっくりと静かに考えてみて、そして自分の周りのことも考えてする機会として、お葬式っていうこともやはり今後考えていった方がいいんじゃないかというふうに思います。私は前からとりあえず自分の葬式は自分でどうしたいか、この前何だかなテレビで流通ジャーナリストのなんとかさんで41歳で亡くなった方、あの方新聞の記事によりますと、お通夜の全部仕出しから全部自分で用意してはった、なかなかここまではできへんと思うけども、やっぱり自分の最後ぐらいはちょっと自分で考えてみたいなって。ただそれを書くの何歳になったら書いたらいいかなっていうのはちょっとそれだけがあれですけど、まあまだ50やし、まだ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 よくです、私の一回り上が稲葉聖さんで、もう一回り上が西岡さんの旦那さんで、でもう一回り上が佐藤氏の正雄さんなんだよな、だから一回り上で、二回り上で、二回り上で、見回りは自信ないけど二回りまでは自信あるから、そんなまだ書かんでええかなと思ったりするんですけど、そうやってやっぱり何ですか、その切実な問題としてではなく、一つの自分の今日までと今日からを整理するために、これからを有意義に進めていくために、一つのきっかけとしてお葬式っていうのを考えてみるっていうのはやはり必要で、そこで家族とも話しました。そんな中でうちの家はこうこうこういう人が親戚やねん、そやからもし私自分に何かあった時はここまでは呼んであって、やっぱりそういうところから、はい、あうちはこと親戚やったんです、そやでお前知らんかったやろっていうような話になると思うんです。そこで人の縁っていうのがまた確認されると思う、そういう意味のとしてお葬式のやはり考えていくのは大切なことではないかなというふうに思います。次回はもうちょっとその一つ一つのお通夜は どういうものかということをまたお話しさせていただきますけども、決してそのフラッと考えるんじゃなくて、あまりにも最近その家族葬という言葉でなんかみんなどうしたらいいかわからへんとか、隣近所で家族葬言わはったから隣組どうしたらいいかわからへんのとか、そういう お話を私の方も聞くもんで、これからちょっとそういうことも考えていったり、また、私ができる範囲で皆さんにこうお話やら情報をお伝えさせていただきたいなというふうに思いますので、またこれからも、よろしくお願いします。ね、ちょうど一番いい気候になってきました。来週はお祭りということで、子供は少なくなりましたけども、また賑やかな、時期がやってきます。
そのうち11月になりますとまたもみじも笠置山もみじきれいになると思います。今10時ぐらいにバスが登ってで2時ぐらいにバスを降りますんでまたできたら一番もみじのいい時期になったら小田岡さんには今きれいですよって言ってはがき出そうかなと思いますんで山に登ってくる町営バス無料ですのでまたおいでいただいたらなというふうに思います。空の役員さんにご理解を得ましてこうやって南部公民館をお借りしてお話の機会も持たせていただきました。山の上にあるお寺ですのでなかなか皆さんにおいでいただくことも難しいですけどもこうやって、お話の機会、頂戴しまして本当に常日頃感謝申し上げまたお忙しい中こうやってお集まりいただきましてありがとうございました。また次は3月の、お彼岸に、お話の機会を持たせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では井上さん